どうもこんにちは。五十肩に悩む速稼塾の久保でございます。神サプライズを使わせていただいて4日目か5日目ぐらいになるんですけども、まあ順調にね使わせていただいてます。ただね、初日ほどのなんかびっくりはだんだんなくなってきまして、まあちょっとね機械の使い方にもよるんだと思うんですよ。まあ1つ目のポジションで合わせるのか2つ目のポジションで合わせるのかっていうのがあるんですけども、理由によって1つ目のポジションでやってるんですよね。だからかもしれませんけども、今のところね、もう目覚ましく「やった万歳うまくいきました」ってことはなくって、肩をドーンとねぶつけるとすごい痛かったり、あとはねぐる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 腕を回せないですね、まだね。まあでもご覧のように腕がねちょっと上がるようにはなってるんですよ。以前はね上がらなかったんですよ。これね初日目の動画でもやりましたけども、神サプライズを1時間ほど当てた後、腕を上げてみたら上がったんですよね。それまでは肘を支えないと上がらなかったんですけども、その辺は改善しましたね。だから神サプライズによって2歩も3歩も前に進んだかなってとこです。ただ前回には至りません。ですんでじっくりとね1週間なり2週間なりをじっくりと使うことによって、まあ、いい方向には向かうんじゃないかなっていうのは私もこれ強く思いますけどもね。ただまあお借りする期間1週間ですんで、あとね2日3日試させていただいて機械の方はお返ししようかと思います。まあ、でもね使わせていただいてよかったなと思います。もともと神サプライズの効果を私はね信用してましたんで、そのプラチボ効果もあったのかなと思いますけども、すごく大事です。やっぱり自分の受けてる治療を信用するっていうのは、こんなの効くのかなっていう風な気持ちよりも、よし治すぞっていう前向きなね気持ちで、それに共鳴して機械も応えてくれるんじゃないかなと思いますので、前に進んだと思っております。いや本当にこの度ね機械を使わせていただきまして、ノックさんありがとうございます。それでは残りね、あと2日ぐらいですか使わせていただきますんで、使いましたらすぐにお繰り返します。そして、私の方としては来週ねMRI を受けてこようかと思います。実際に体の中身がどういう風になってるのかを病院でね確認させていただいて、それからまたいろいろと動画の方にしていこうと思いますんで、よろしくお願いします。それでは失礼します。